藤ささらです。鈴木つづみです。今回の動画は XRP の予測価格シリーズ第2弾です。今回紹介する XRP の予測価格はダークディフェンダーによるものです。この動画を見ると仮想通貨分野の起業家ストラテジストが XRP についてどのような予測価格を出しているのかを知ることができます。ぜひ最後までご視聴くださいね。よろしければ他のリップル XRP に関する動画もご覧ください。再生リストのリップル XRP からご覧いただけます。このチャンネルでは仮想通貨に関する情報を発信していきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。では早速本題に入ります。ダークディフェンダー、ダークディフェンダーの予測価格を紹介します。 XRP 価格を予測した日は2023年8月23日、予測価格に到達する日は次の上昇相場で、予測価格は333ドル、約4万8000円です。オランダの起業家ストラテジストであるダークディフェンダーは2023年8月23日に X、Twitter で XRP 価格は次の上昇相場で333ドルに到達するという予測を披露しました。 XRP は現在約 0.52 ドルで取引されており、333ドルに到達するには 64,038% という大幅な上昇を遂げる必要があります。それではダークディフェンダーが333ドルという予測価格を出した理由について見ていきましょう。3月になり、私たちはグランドウェーブ3を発表しました。4月になり、夏の目標を1ドルに設定しました。夏には 0.93 ドルにほぼ達しました。ここで XRP が 0.93 ドルに達しました。私たちの XRP の目標は 0.89 ドルに成功した後、0.93 ドルを突破し続けて 1.33 ドル、そして 1.67 ドルから 1.73 ドルに向けて続くことでした。ダークディフェンダーは2023年4月に夏の目標を1ドルに設定し、実際に夏に XRP は 0.93 ドルに達しました。リップル社と SEC の裁判において、 XRP のプログラム販売と取引所での個人向け販売は有価証券に当たらないというアナリ・サトーレス判事の判決を受けて、XRP の価格は急騰しました。コインマーケットキャップで XRP の価格を調べてみたところ、直近の高値は約 0.82 ドルなので、ダークディフェンダーが 0.93 ドルに達したというのは、おそらく一時的につけた高値のことではないかと思われます。そして、ダークディフェンダーたちの目標は、XRP 価格が 0.89 ドルに達した後、0.93 ドルを突破して、次に 1.33 ドル、1.67 ドル、1.73 ドルへと、続いていくことだったと述べられています。ダークディフェンダーが今年の4月に、夏の XRP 価格を1ドルに設定して、それは当たったけど、その後も価格が上昇していくという部分は外れたわけだね。そういうことだね。XRP は 0.93 ドルの抵抗を突破するのに苦労しましたが、これは 0.89 ドル以上のすべてのターゲットに到達するための鍵となっています。したがって 0.93 ドルでウェーブ1が完了したことに基づいて、新しいターゲットは 1.88 ドル、 5.85 ドル、および 18.22 ドルになりました。 XRP 価格は今後の上昇にとっての鍵である。0.93 ドルで激しい抵抗に遭い、0.93 ドルを突破して、次に 1.33 ドル、1.67 ドル、1.73 ドルへと続いていくという目標を達成することができませんでした。ダークディフェンダーは、0.93 ドルで第1課が完了したことに基づいて予測し直したところ、新しい目標は 1.88 ドル、5.85 ドル、および18.22ドルになったと述べています。予測に用いた計算方法を知りたいところだけど、それは公開されていないんだね。そうみたいだね。緑の信号、私たちが3月に示唆したように、緑の信号が出て XRP がグランドウェーブ3を開始することになりました。ブルラン、この緑色のインジケーターは
2017年のブルラン前と2021年の小さなブルラン時にも現れました。その際 XRP は 1.96 ドルに達しました。再強調しますが、これは3月23日に緑色に変わりました。ダークディフェンダーは XRP がブランドウェーブ3に突入したことと、緑色のインジケーターが2017年のブルラン前と2021年の小さなブルラン前にも現れて、2021年の小さなブルランの際は XRP 価格は 1.96 ドルに達したことを述べています。ダークディフェンダーは XRP の価格を予測するにあたり、過去の値動きを重視していることが伺えるね。そうだね。今回のブランドウェーブ3は2017年のブランドウェーブ1と同じくらいの上昇を想定しているようだね。テクニカルな説明。さて、グランドウェーブ3のターゲットについてですが、333ドル、金融アドバイスではありません。2017年には類似の動きがあり、2021年には大きな B ウェーブがありました。 XRP は現在このグランドウェーブに備えて準備をしています。ダークディフェンダーは2017年と2021年にもグランドウェーブがあり、 XRP は現在グランドウェーブ3に備えて準備しており、その目標は333ドルであると述べています。いきなり333ドルという価格が出てきたね。どういう風に計算して333ドルという価格が導き出されたのか、もう少し説明が欲しいところだね。そうだね。グランドウェーブは緑の枠内チャートでハイライト表示に形成される予定であり、それはグランドウェーブ3の最初のウェーブそのものであり、18ドルから36ドルの間になると予想されています。言い換えればグランドウェーブ3も5つのウェーブで構成されており、その小さなウェーブの最初のウェーブについて話しているのです。小さなウェーブの構造のターゲットは動的ですが、大きなウェーブはそうではありません。 0.93 ドルのウェーブが完了せず 1.33 ドルに延長された場合、333ドルに達するウェーブ1は上記で説明した通り異なっていただろう。ダークディフェンダーはブランドウェーブ3も5つのウェーブで構成され、その最初のウェーブは18ドルから36ドルの間になるということを述べています。ダークディフェンダーの言う最初のウェーブというのは、このチャートにおける第3波のことだと思われます。また小さなウェーブの目標は変化しますが、大きなウェーブはそうではなく、目標は一定であると述べられています。グランドウェーブ3の今後訪れる小さな最初のウェーブ第3波は18ドルから36ドルの間になるのか、もしこの価格に到達するとしたら、2024年のビットコインの半減期後の上昇相場に乗ってだろうね。だとしても相当な上昇を遂げる必要があるけど。ビットコインの時価総額と XRP の時価総額を元に考えてみると、現在のビットコインの時価総額は約5000億ドル、XRP の時価総額は約280億ドル、現在の XRP の価格は約 0.52 ドルだから、18ドルになるとしたら約35倍、現在の XRP の時価総額約280億ドルを35倍にすると9800億ドル。これは現在のビットコインの時価総額の約2倍になっちゃうんだよね。でも、2024年のビットコインの半減期後に、ビットコイン価格が現在の5倍になったとしたら、その時のビットコインの時価総額は約2兆5000億ドル。ビットコインの時価総額約2兆5000億ドルに対して、XRP の時価総額約9800億ドルだからありえなくはないんだよね。現在のビットコインの時価総額は約5000億ドルで、イーサリアムの時価総額は約2000億ドルだから、この比率とちょうど同じなんだよ。だから、2024年のビットコインの半減期後に、XRP が現在のイーサリアムの位置に到達できるとすると、XRP 価格が18ドルというのはあり得る話ではあるんだよね。ササラちゃんのように、時価総額で考えるのは仮想通貨においてはすごく重要だね。だからササラはいつも時価総額を元に考えるようにしてるんだ。技術的な説明に加えて考慮すべきは、取引所上の現在の XRP 供給量、ブラックロックやヴァンガードなどの大手投資会社の暗号通貨への関心、
リップルが SEC に勝訴し、XRP が証券ではないと裁定されたこと、XRP がデジタル支払いインフラのあらゆる側面で、非常に重要な役割を果たしていること、XRP の速度、信頼性、取引容量、他の代替案と比較して、最高の問題解決能力を持っていること、これらの要因から、私には一つのことが明らかです。私たちは暗号通貨、特に XRP の極端なブルランの瀬戸際にいるということです。機関投資家はすでに飛行機の座席についています。明らかなことですが、物事のほとんどは準備されており、揺れ動き、恐怖、操作などで人々に何でもさせようとするでしょう。正しいタイミングが待たれています。読んでいただきありがとうございました。ここでは、XRP の価格が上昇する要因が挙げられており、XRP は極端な上昇相場の瀬戸際にいるということが述べられています。それでは、ダークディフェンダーの人物紹介をします。ダークディフェンダーは、オランダの起業家、ストラテジストです。X、Twitter のフォロワーは 9.2 万人で、主に XRP についての情報発信を行っています。まとめ、いかがだったでしょうか。今回は、ダークディフェンダーによる、XRP の予測価格を紹介しました。今後も XRP に関する情報を、お届けしていきたいと思います。この動画の内容がいいと思ったら、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。ここで、おすすめの仮想通貨取引所として、ビットバンクのご案内をいたします。ビットバンクは取扱い銘柄数が国内最多クラスであり、手数料を安く抑えられる板取引が充実していることから、人気のある国内仮想通貨取引所です。海外仮想通貨取引所のように、突然利用することができなくなる心配もありませんし、口座を開設されてみてはいかがでしょうか。説明欄にビットバンクへのリンクや、口座開設方法を解説した動画と、ブログ記事へのリンクを記載しておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。よろしければ、こちらに表示されている次の動画もご覧くださいね。